ヘキサメチルリンサントリアミドは無色透明で方向を持つ液体状の有機化合物である。略称はハンパ。波。ン波は主に溶媒として利用される。HMPT と略記される場合もあるが、還元体のヘキサメチルアリンサントリアミドホスフィン、化学式 2N3P と混同されやすい。具体的には高分子ポリマーの溶媒やガスの選択的な溶媒。 実験室スケールでの有機金属の溶媒や有機化学反応の溶媒、ポリスチレンの熱による劣化を避けるための安定化剤などに用いられる。また、反パは有機反応の選択性を向上させる場合がある。例えば、一部の脱プロトン化反応において、グチルリチウムなどのアルキルリチウムに反パを添加すると、アルキルリチウムのオリゴマを解離させて反応性を向上させることができる。 また、塩を基質とする、嗅覚値観反応において、溶媒として用いると、タイカチオンを溶媒はさせることで、嗅覚剤であるアニオンの反応性を高め、起こりにくい SN2 反応などを促進することが可能である。半派の酸素原子は強く、リチウム価値ンに強く引き付けられる。半派ともリブデン化酸化物との削退は、合成化学分野では酸化剤として利用される。なお、 何年剤としての試験や、昆虫の不妊化剤としての試験も行われたが、現在のところこれらの用途での使用例は知られていない。名古屋の古美術修復家、竹内光春は、1967年に、油性マジックで落書きされた丸亀市妙法寺所蔵の、ヨサブ村、蘇鉄図、関山修徳図を、1982年から1983年にかけて、半端を使って、 インクを洗い流すことにより、修復に成功した。この修復の模様は NHK で、名画復元、表具師周年の技として1983年11月23日に放送された。半派は、人発岩性物質としての疑いが持たれていることから、その代替物質の研究が進められている。半派中で反応性が最高とされていた、反応の多くにおいて、媒を、 ジメチルスルホキシドで代用することが可能である。ドマスソとハンパはどちらも水素結合における非常に強力な受容体であり、それらの酸素原子は金属イオンとも結合することができる。その他の代替化合物としてテトラアルキルニウ素も用いられる。ハンパは発岩性物質に関する調査報告の第十一版の版で一発岩物質であると予想されている。また、 半端は塩酸処理により毒性を低下させることが可能である。一般にリン酸アミドなど窒素とリンの一重結合を持つ化合物は塩酸で処理することでプロトン化したアミンと PCL 化合物とに分解できる。例えば 2NP2 を塩酸で処理すると CLP2 及びジメチルアミンの塩酸塩に変えることができる。ありがとうございます。